エルモ・ズムールト・ジュニア、エルモ・ラッセル・ズムールト・ジュニア、エルモ・ラッセル・ズムバルト・ジュニア、1920年11月29日から2000年1月2日は、アメリカ合衆国海軍の軍人、大将。1970年7月1日に、第19代アメリカ海軍作戦部長に就任した。1939年に、海軍兵学校入学。 卒業後の1942年6月19日に、少尉任官、駆逐艦 DD、DD-360 フェルブスに乗り組み勤務し、その後1943年8月に、太平洋作戦、訓練司令部に勤務する。1944年1月、DD-562 ロビンソンに乗り組み、冷帝沖海戦に参加する。終戦後は、日本海軍の砲艦。 あたけ接収作業のため上海に赴く。第二次世界大戦勃発以来、アメリカの統制下にある官邸を指揮士候補校に侵入したアメリカ軍人となる。日本兵の武装解除終了後、あたけを中華民国当局に引き渡し任務完遂する。また、上海に住んでいた、ロシア人の母とフランス人の父親との間に生まれた、モーザ・コットレ・ドイコール、ロシと結婚す。 1946年3月、DD-465 総フリーその後、DD-777 ゼラーズに乗り組んだ。1948年1月、ノースカロライナ大学の予備役商工訓練課程の教官として1950年6月まで勤務した。同月、練習官として復帰することとなったで、で -748 ティルスの官庁に任命され、 1950年11月21日に、チャールストン海軍交渉で最終駅偽装の完了後、艦長として1951年3月まで勤務する。その後、BB-64 ウィスコンシンに乗り組み勤務する。1952年6月に海軍大学校に入校し、1953年6月に終了し、海軍人事局で勤務。 特に健康保険の立法に関わった。1955年7月に DD-869 アーノルド J イズベル、艦長、1957年7月に海軍人員局に戻る。1957年12月に海軍長官事務局へ人事、予備役専門補佐官として1958年11月まで勤務、1959年8月まで、 特別参謀として勤務する。1959年12月、DDG-45 デューイの初代官庁に就任、1961年6月まで務める。その後、国立戦争大学に入校。1962年6月から国防長官補佐官として勤務、主に軍縮問題や対キューバ非常事態計画に携わる。 1963年12月から1965年6月21日まで、ポール・ニッツ海軍長官付け主任補佐官兼、高級参謀として務める。少々に昇進後の1965年7月に、第七巡洋駆逐艦隊司令官に就任。1968年9月に、南ベトナム軍事援助司令部海軍顧問団長兼、ベトナム派遣海軍部隊総司令官兼、 海軍顧問軍長に就任。1968年10月、中将に昇進する。ズムールとは、クレートン・エイブラムス軍事援助司令部総司令官の、良き相談役を務めた。ここでの役割は、外洋海軍的海軍部隊を指揮することではなく、河川や港湾及び沿岸域などで活動する、沿岸海軍的部隊をもって、陸軍部隊を支援することにあった。 これらの部隊の中には息子であるエルモラッセル、ズムールト・サ世や、民主党の大統領候補となるジョン・ケリーがいた。また、同職にいる間に各種作戦において、枯れ破材が使用されていた。製造メーカー側は軍に対し、人体には無害であると説明していた。その説明を信じて、ズムールトも他の部隊指揮官と同じく、枯れ破材作戦を実行した。 多くの将兵が、枯れ破罪に暴露し、ズムールトの息子も、その一人であった。しかし、実態は、年月が経過することで明らかになった。1977年に生まれた孫は、先天性機能障害を持っており、1988年には、息子ズムールト三世が42歳で死去した。1970年4月14日、リチャード・ニクソン大統領は、ズムールトを、 次期海軍作戦部長に指名し、同年7月1日に第19代海軍作戦部長に就任する。在任中は第二次世界大戦期の老朽水上艦大体艦の更新を推進した。政界艦構想に見られるようなハイローな計画内容はハイマン G 立候バーを筆頭に海軍内派閥の反発に合う。立候バーは必要数の主力艦艇と 多数の平凡な機能を持つ官邸を揃えることを希望した。これに対しズムールとは4種類の官邸を提示した。結局、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートとペガサス級ミサイル艇だけが現実化した。1974年6月29日に退役する。1976年にバージニア州選挙区から上院議員候補として、 民主党から出馬するが落選する。その後、アメリカンメディカルビルディング社長となる。1996年には、ジェレミー・ボーダ作戦部長のベトナム従軍省の所持資格の疑惑について擁護する。2000年1月2日、ノースカロライナ州ダーラムにある、デューク大学医療センターで亡くなる。海軍放食中、長年にわたって吸い込み続けたアスベストが原因と見られる。 悪性中皮腫が死因とされる。2016年、彼の名を冠したステルスミサイル駆逐艦ズムールトが収益した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。